皆さんお疲れ様です。ゆりです。はい、本日はですね、ちょっとギターを持っているんですが、ギターの弾き語りの動画とかでよくコメントいただく、ギター講座をしてほしいっていうコメントをしていただくんですが、いつもコメントいただき皆様ありがとうございます。なんかギター講座ってどんなものを想像されてるのかがちょっとよくわからなくって、動画を撮っております。私が今までどういう風にギターを練習してきたかっていう話を、実はちょこちょこ動画を撮っていて出しているので、そちらの動画の紹介も改めてしておこうかなと思っております。はい、私のページに飛んでいただくと再生リストがタブであると思うんですが、再生リストの中にギター弾き語りの豆知識っていう再生リストを作っていて、そこで12本ぐらい動画をまとめているんですけれども、その豆知識の再生リストの中に入っている動画で、私がこれまでどんな感じでギターの練習をしてきたかっていう話などをさせていただいてます。で、さっきちょっとメモってみたんですが、まず持ってるギターと、あと撮影している場所の様子を撮ったものが1本目にあって、あとギターを買って始めたての頃どんな練習をしてたかっていうお話をしているのが2本目で、3本目が、私はですねギター教室とかに通わずに YouTube を見てギターを勉強していったので、それの方法をお話ししている動画が3本目にあって、で4本目がよく皆さんにコメントいただく F コードについてのお話と、アルペジオについてのお話と、あと私の手の大きさを測るっていう、その3つがまとまった動画が4本目に入ってて、で5本目はちょっとなんだろう、ギター弾き語りの豆知識じゃないんですけど、いつもiPhone にマイクをつけて撮影してるんですが、その音とミキサーを使った時の音の比較っていうのをしてるのが5本目。でこれはあんまり弾き語りの豆知識ではないんですけれども、なんか道具の紹介っていう意味でこの中に入れてます。で6本目がストロークの練習方法についての動画が6本目で、7本目がコードがネット上に出てない時に自分で書き起こしをしてコードを見つけてるんですけど、その方法を紹介したものが6本目で、で7本目がギターを弾く時の爪の長さの動画が7本目で、8本目がモチベーションの保ち方の動画なんですけど、ギター始めて半年ぐらいは本当に弾けなすぎてギターを投げ出したいぐらい本当に下手くそで、そんな時期をどうやって乗り越えたかっていう話をさせていただいてます。で9本目が結構最近4月ぐらいにチェリーのスピッツさんのチェリーの弾き語りをしてるんですが、スピッツさんのチェリーを弾くにあたって気をつけたことのポイントをまとめたものが10本目で、で11本目に割と最近なんですけれども、最近ピックを使って弾き始めたのでそのお話で、12本目かながつい最近あげたなぜメイトンを買ったかっていうお話をしているもの、計12本をですねこの再生リストのギター弾き語りの豆知識っていうところに入れております。
なんか結構そのギター講座をしてほしいっていう方のコメントを見るんですけれども、今12本上げている動画の内容以外にどんなことが皆さんは気になっているのかなっていうのがちょっと分からなくって、もし他にこんな話が聞きたいですっていうものがあれば、こちらの動画のコメント欄にコメントしていただくか、あとはいつもツイッターでこの動画アップしたよっていうのをツイートするので、そちらにコメントいただいて、それを見て動画を作っていけたらなというふうに思っております。さあ、あとはあくまでこう私はギターを人から習ったわけじゃなく、独学でどういうふうにやってきたかっていう話になるので、それも踏まえてコメントいただけると嬉しいなというふうに思います。というわけでですね、今日は、コメントでよくギターの練習方法とかについて教えてほしいっていうコメントをいただくんですけれども、いくつかの内容については過去に動画を作っていて、それを再生リストにまとめているので、ぜひ気になる方はご覧いただいてければ嬉しいなというふうに思っているのと、他に何か聞きたいことがあったら教えてくださいという動画でございます。そう、なんかギターのことについて弾き語りする以外にも何か動画を出そうかなって思ったんですけれども、結構過去の動画を見てみたら喋ってるなというふうに思って、どんな動画を作って良いか悩んでしまいましたので、もしよかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンやチャンネル登録をお願いいたします。それでは皆さん、お待ちしております。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。